白球を追って汗を流す。ここは市民のための本格的な体育施設として幸い区に誕生した幸いスポーツセンターです。バレーボールやバスケットボールのコートなら2面取れる広さの大体育室。各種の公式試合なども行われます。お隣の子ども体育室でちびっ子たちもトレーニング。これでお母さんも安心です。2階には小体育室をはじめ研修室もあり、秋からはバレーボールなどのスポーツ教室も開かれる予定です。一方、麻生区と宮前区にはそれぞれ文化センターがオープン。市民館と図書館が一つになった学習や文化活動の広場です。こうした施設は市民のコミュニティ活動の場として幅広く利用されます。